さあこの後はパフューム研究員が登場。渋谷のタワーレコードのパフューム店後編まだ行けてない、やべえやべえよ、全編行ったんだけどやべえ、行けてねえよまだ。さあ今夜は今週水曜にリリースになる新曲スタートレインの研究と、今週末土曜日から公開になる映画 We are Perfume World Tour 3rd ドキュメント、このドキュメンタリー映画に関する研究をお届けします。パフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。たくさんの生徒からの依頼、新曲スタートレインの感想を研究せよ。パフューム今週水曜日にニューシングルスタートレインをリリースします。はい、はい、その感想がパフューム掲示板にたくさん届いています。ありがとう、ありがとう。熊本県17歳男の子、ラジオネームバリスントくん、バリスントくん、スタートレイン本当に最高でした。ありがとう。スタートレイン最初の2秒間聞いただけでなぜか鳥肌が立ってきて、うわ、最後の方は泣きそうになってしまいました。うわ、最初に聞いただけでこんなに涙が出そうになったのはこの曲だけです。私たちもです。歌2秒って歌始まってないで。そうだな、うん、まだイントロでしょ、最初じゃな、うん、はい、え、感受性豊かで、わーでもドゥルルルルルルです。優しいんだね。そうだ、でもね、3人とも歌詞もらった時にね、うん、涙して、ね、そんな曲初めてよね。ほんま、うん、今まで感情込めずにね、パッとメロディー覚えて、さあ歌いましょうみたいな感じで、うん、なるべく内容を取り込まないようにしてたんだけど、うん、もうね、歌詞から目が離せなくて、うん、読んじゃって泣いちゃって、なんで読んじゃって泣いちゃって、なんかもう音が入ってきたっていうよりかは、うん、歌、歌詞が入ってきたんだよ ね、 うん、それがなんかこう、もう嬉しかったな。嬉しかった、歌う時に、ね、もう歌入れる前に涙でなんかこうクシャってなってしまって、いけ、私から始まるのに、うん、取り乱してはいけん、そうだね、あーちゃんから歌ってくれるからレコーディングね、うん、そうってなって、ちょっとあの、うん、音ちょっと頭に入れるの少し頑張ってますみたいな、ちょっと演技入れるみたいな自分の中での言い訳作ってやってました、レコーディングで。お気づきになられたかは分かりませんが、いや気づかなかったっす。中田さんは背中で感じ取ってくれていて、あはあ、ありがとうございました。続いて大阪府14歳女の子、ラジオネームパフェともちゃん、ともちゃん、うん、スタートレイン聞きました、ありがとう。とにかくいい曲すぎてやばいです。今まで歌とか聞いて泣いたことはなかったんですが泣いてしまいました。もう最高です。歌詞も歯車のように噛み合う力は一人じゃ伝わらないからサビまでが最高に泣けました。わ、3人の声も重なってるのとかやばいです。嬉しい、もう聞き込んでくれたってくらいの感想だ ね、 ね、そうだね、聞いてね、歌詞を読み取れるって嬉しいね。すごい、なんかさ、やっぱ自分たちに書いてもらった曲っていうイメージがあるから、うんうん、自分たちはまあ感動するなとは思うんだけど、パフュームチームも含めて、うんうん、でもこうやって聞いてくれるみんなも同じように感動してくれるたんだなっていうのが嬉しい。うんうん、わ、うん、かるよ。自分たちだけで好きでやってることじゃなかったなって、うん、エゴじゃないんだなって、そうそうそう、うん、同じように思ってくれるんだな、うん、だから一緒に活動してきたんだよね。そうだね、ファンの人たちも、うん、うん、なんかそれが嬉しいね。嬉しい、うん、ありがとう、嬉しい。ということで、ニューシングルスタートレイン、あさって10月28日にリリースです。しゅうかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、パフュームです。よろしくお願いします。さあ、最近のパフュームですが。はい。はい。
We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメントが、うん、第28回東京国際映画祭のパノラマ部門に正式招待されまして、その関係でレッドカーペット歩きました。そうなんです、すごい、レッドカーペット、うん、こういう風に自分たちが出演させてもらって正式に呼んでいただいて歩く、うん、赤いカーペットは初めてでした、はい、ね、うん、前にカーズ2の時にね、うん、ワールドプレミアでロサンゼルスにレッドカーペット歩かせていただくため行ったんですけども、うん、サーキット仕立てになっていたカーペット、ね、当日見てみたら黒ってなって、うん、当日まで知らんかったよね。そうあーなるほどね、カーズじゃけんね、車じゃもんね。あ、そっかそっか、うん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 。でも自分たち振り返ってみたら髪黒、洋服黒、カーペット黒、くすむ残念、すごい残念な仕上がりになったんよね、うん、それが今回は、はい、赤いカーペットでした。ちゃんと赤でした。黒い衣装も映えましたよ。そうですね、綺麗でした、良かった。素敵なお洋服着せてもらって、うん、おめかししたはいいけれども、はい、今までこんな緊張したことありましたっけっていうぐらい緊張してしまってガタガタに、うん、手足すっごいキンキンに冷えてて、ねえ、びっくりしたね。ちょっと夕方でね、寒かったし風も吹いてたっていうのもあるけど、うん、もういろんな人が私たちを見ているみたいな感じで、うん、あっちこっちから名前呼ばれるけどどこ向いたらいいんですかみたいなね、うん、でもうちらが出た時に声援すごかったんだって。へー、嬉しかった。うちらはさ、比べるものがないからさ、うん、ああいうものだと思って出た時のものだと思ってたけど、うんうん、でもうちらのタオル持ってくれてる人めっちゃおるとか、うん、T シャツめっちゃ着てくれてるとか、うん、声鳴りやまんとか、うん、わあ女優さんをこういう時にこういう声とば浴びるんだなみたいな、うん、ごめんなさいね、私たち女優さんでもなんでもないのにそんな言っていただいてすいませんねって思ってたけど、うん、あれは本当にうちらの時に巻き起こってた声援の量だったらしい。やばい、そうなんだ、知らなかったよ。うちらが緊張しとるだろうと思って、ね、声かけてくれたんでね。うん、そうだね、もう朝早くから並んでくれたみたいで、いや本当大勢の方応援しに来てくれて本当にありがとう、ありがとうございました。ラジオネームアイルからの依頼、We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメントの先行プレミア感想こうなるんじゃないかいを研究せよ。こうなるんじゃないかい、どういうこった？多分ウルトラサーバーの言ってることを要約すると、うん、10月31日から公開となる We Are Perfume ワールドツアーサードドキュメント、この映画を見た人がどんな感想を抱くかを私たちが先行で言うってことだと思いますよく読み取れたな前やで、先行プレミア感想こうなるんじゃないかい初めてだよ、映画見て言いそうなこと、お客さんがね、感想をね、うん、多分、うん、もっちが思うに、うん、みんなが言いそうな感想は、足すごい揉んでるじゃんやだねえ、この歌そんな風に使わないでねえねえ、いやライブ後すごい足揉んでるじゃん。 Music is everything ちょっとやめて、こんなとこで使わないで、ライブもいいんですけどちょっと恥ずかしいこの間最高ですね、ゆかちゃんの衣装ちょっとやめて、触れないで触れないで、やだNHK のね、特番組んでくれたやつの時の衣装がね、うん、持ってきてくれて、別に何にも考えてなくて、たまたまその衣装にしましょうかってなって、うん、私の袖なんかスポーティーに文字書いてあるなと思って見たら Our Future やめてやめて、今日じゃないよ、未来の話とか、ちょうど未来の話をする日だったから恥ずかしいよ、最高だったね、合わせたわけじゃないんだよ、それ並みのシンクロでしたアイドーエニシングじゃないよ、アイドーエニシングだよ足揉んでると、足揉んでるな、足すごいマッサージしてる、ね、ずっとしてる、ずっとストレッチしてるうちら基本ずっとストレッチしてる、うん、やっぱりそれがちょっとバレちゃったな、地べたに座るとすぐストレッチしちゃうすぐ癖ある、うん、あるね、あるね。じゃあ多分歌集家が思うに、この映画を見てみんなが言いそうな感想は、いやすぐ返事英語になるやん恥ずかしい、恥ずかしい、
かちょいちょいみんなで喋ってるのにすれ違う人にあ、センキュー、はい、え、すぐ英語になるよ。かぶられてんじゃねえよ。かぶられてんじゃねえよ。違う、これはちょっと言い訳になるかもしれませんが、本当に英語で喋んないとマジで相手にしてもらえないわけ。そうね、うん、だから反応とかも、うん、本当に日本語で言ったらはって感じに言われちゃうから、うん、っていうのはあるよね、うん、確かに。なんかね、日本人精神で相手に合わせようとかね、うん、気づいてほしいし分かってほしいって気持ちから、うん、パッと顔見た瞬間にセンキューってなっちゃうみたいな。いやいやいや、あ、オッケー、いやいやいや、しゃべりやじゃねえよ。いやじゃねえよ、はい、これは恥ずかしい。一生懸命だったんだ私たち。恥ずかしい。いや、なんじゃろう。でもまあ普通に行くとし、普通にってほんまよかったわみたいな人は多かったよね、うん、ほんまええ映画じゃねえみたいなのは、うん、ほんまによう言ってもらったけど、でもやっぱみんなが言うってなったら、うん、あそこ一番笑ったわ、のっちやらかしとったねみたいなことかね。やっぱり、ね、I don't want anything です。これは何もいらない、もうバカタレ。これはね、あれはね、うん、もう今までは本当に絶対に出してこなかった振りの間違い、うんうん、あそこまで大きな間違いをしたこともまあ今までなかったですけど、うんうん、あそこまで間違って、間違うとノッチでも動揺するんだっていう、確かにありましたね。間違いよね、いつも堂々とやってのけ、うん、そう、二人を心配させるっていう他の二人が間違ってるように見えるくらいの自信があるのに、あるのに、あそこまで、あってもうどのぐらい間違えたんだろう、サビ1個分ぐらい行ったのかな、うん、行った、うん、だ1分は行ってないけど、うん、30秒くらい、ね、3、40秒行ってるよね。行ってる行ってる。しかもそれは私が単に間違えたっていうよりも、うん、2人が間違えてる、ここあーちゃん間違えてるわ、いけ、気づかせてあげなきゃっていう、そのなんか変な使命感、使命感、正義感出ちゃって、そこもまたすごい恥ずかしいんだけど、だからもう倍で戸惑って、だからドッキリかけられてるみたいな感じだよね。一人で気づいた瞬間の顔ね、えってなって後ろ振り向いて静止してたもんね、うんうん、音楽鳴ってる最中に静止する人初めて見た。二人を一番前にいて二人をガン見するっていう。そうだよね、うちらの特技は音が鳴り出したら体が動くっていうことが一番の特技なのに、うん、あれをね、やっぱ海外行くと増用するんだね、うんうん、ロンドンです、ロンドン、ロンドンで。やらかしましたね、やらかしたね。あれはちょっとぜひね、映画で見てほしい。でもみんなあそこでもう大笑いしたっていうのを聞いて、うん、よかったです、よかったっす、ね、うん、うん、見どころですね、あれは見どころ、見どころ、間違いない見どころ、うん、見どころ、うん、これはね、こんな短時間では語れませんが、うん、私たちがどんな風にライブを作っていて、でライブが終わった後にどんな話をして次のライブへ行かしてるのかっていう、本当に細かいところにはなるんですけど、そこが本当チーム Perfume の絆であり、すごいところだと思うので、うん、私たちだけじゃなく、そこに関わってくださっているスタッフの方々、そして一緒に作り上げているお客様の温かさ、なんかそういうところをぜひこの映画で見ていただいて、うん、もっと知ってもらえたら嬉しいです、はい、うん、ということで We are Perfume ワールドツアーサードドキュメント、今週土曜日10月31日より公開です。これはもう見どころしかないんだな。結果的にそうとは分かっていたわけれども、はい、改めてこんなね、この先行プレミア感想こうなるんじゃないかい、ないかい、この話を聞いていたら、はい、これはいいな、見てえな、早くどういったことが起きてるのかがすごい想像してワクワクしますね、これね、うん、だからすごい笑えるとことかもあるんだね、え、おう、すごいボンテンちゃんとかね、うん、ノッチやらかしてなんて話だけ聞いた、ここだけ見たらだよ、ノッチやらかしてたなんて聞いたらさ、これちょっと怖くないですか、ドキッとするじゃん、ちょっとね、だ、え、なんかあったのみたいなね、ふうに思いますけどね、いやマジでちょっとこれもう、あれもうすぐでしょ、だってこれもうすぐですね、今週末でしょ、そうですね、土曜から、しかも日本だけじゃないんでしょ、これ全世界だよ、
だって全世界にいるんだから、パフュームを好きな人がもうすでに。ワールドツアーもこれサードだしね、3回目だし。全世界で足もんでんじゃんってみんな言うかもしれないわけですね。足もんでんじゃん。足もんでんじゃん。あ、いや、フランスの人かな。あ、じゃーん。どこだろう、全然わかんない。なんとなくチュニジアをイメージ。チュニジアでわかんないわ。違うか。さあ改めてこのスタートレイン、うん、We are Perfume World Tour Third ドキュメントの主題歌にもなってるこれね、はい、スタートレインもまあ感想もみんなたくさんある。このサビがさ、いやそうなんですよ。何がそうなの。いやこれがなんかみんなと一緒に行ってるか、行っている、なんか一緒に旅してるというか、一人なんだろうな、そばにいるんだぞみたいな、そのみんなと一緒になって歌ってくれてるような感じがすごく出てて、それこそ感謝みたいなのもすごく込められてるなと思っちゃうんですよね。そうだね、Perfumeからみんなに対してもだし、はい、俺たちからPerfumeに対してもだしね、はい、いろんなそういう気持ちが飛び交ってる曲だし、詰まってるよねこれね。今週水曜日リリーススタートリン。明日のこの時間は新露出の大王アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロックス School of Rock.